ボルト、大丈夫？な、ああ。でも、これからどうしようか。彼女、結局逃がしてしまったし。おのおのの記憶が消えた忍界、すなわち奇跡なき忍界が生まれようとしている。誰だ？今の混乱を収めたいと願うならついてこい。何なの？ボルト。行ってみるか。なんだ、ここ。他のプレイヤーがいない。さっきまでのところから隔離された空間のようだね。見た目も現実世界のものに戻ってる。本当だ。ようこそ、時だまりの前。あんたは？大筒木トネリ。この星の監視役とでも言っておこうか。大筒木？まさか、あの桃式の仲間だってのか？彼らとは違う。私は君たちの協力者だ。協力者？その話、信じていいのかよ？それは君次第。だが今の君には、ことを改善する有効な手段がない。だから怪しくともここに足を運んだ。そうだろ？ボルト、この人、本当に敵じゃなさそうだよ。うん。なんか、あいつらとは雰囲気が違う。はぁ、手がないのは確かだし、二人が言うように、あんたはちょっと違うみてぇだな。少しは信じてもらえた、ということかな。ああ、けど、もしおかしな真似したら、そん時は。私は何もしないさ。ただ、手助けをするだけだ。むしろ、これからは君たちに動いてもらわなければならない。今の事態を打破するためにはね。あの、そのことなんですけど、今の混乱を収めるって、本当にそんなことが可能なんですか？可能だ。だが簡単にはいかない。これまで人に根付き、積み上げられてきた記憶を回復させる行為は、相応の時間を要する。しかも今回、失われた記憶は莫大。通常なら、何十年、何百年とかかるだろう。それだと意味がないんじゃ。だが、今の世だからこその幸運な点がある。それは、君の父、渦巻ナルトの存在だ。父ちゃんの？君の父親は、今現在を生きるほぼ全ての人間の記憶に関係している。大なり小なり差はあれと、だ。それは戦争を超え、皆に受け入れられ、そして浸透した彼の力。渦巻ナルトだからこそ成し得た力だ。今回はそれを利用する。つまり？まずは過去に遡り、ナルトの歴史を辿ってもらう。そこで奇跡の回収を行う。過去に遡るって、どうやって？
この不思議な空間の特異性と大筒木の力をもってすれば限定的に可能だ。本？ただし、過去に行けるのは一人だけ。しかも、当時の出来事に干渉することはできない。それしか手がないってんなら、やるしかねえってばさ。渦巻きナルトの軌跡を回収できたのなら、それを私が解放しよう。解放された軌跡は、本人を中心に第三者に広がっていく。波及的に広がった軌跡は、再び光を灯し、そして皆の記憶が戻る。そういう手はずだ。分かったってばさ。とはいえ、この作業は拘束時間長そうだよね。だったらそのことも含めて一度パパに報告しに戻ろうよ。状況の整理もしたいし、これからについて話し合わないと。だな。ならば急ぐことだ。残された時間は少ないのだから。戻ったか。お疲れ、ボルト。あれ、お前ら。はい、我々のようにおかしくなってない組ですよ、彼らも。父さんも母さんもみんなおかしくなって、どうしようか悩んでたら片助さんが声かけてくれてさ。話は全部聞いた。こっからは俺たちも協力するぜ。何せ任界の非常事態だからな。それで何か動きがあったんだろう。うん、実は。そうか、逃がしたか。悪い。謝るのは後だ。まだ手は残っている。今はそっちに気を回せ。しかし、記憶の回復ですか。急いだ方が良さそうですね。お前たちが向こうに行っている間、俺たちでこちら側の状況を探っていた。この葉隠れの忍びらはすでに里を立ち、戦争開始まで秒読み段階に入っている。田里の奴らも同様だ。一斉に行動を開始している。つまりどの里もメルツの洗脳状態だということだ。とんでもねえな。もはや俺たちに残された時間は少ない。いいか、ここからは3手に分かれる。一方はこちら側でゼロのアジトの捜索、もう一方は向こうに戻り奇跡の回復を進める。サスケさん、奇跡の方は俺にやらせてくれ。今回のことは俺に一因があるし、それにナルトの歴史をたどるのなら、もとより適任者はお前以外にいない。わあ！サラダたちはアジトの捜索だ。可能な限り情報を集め、アジトの場所を突き止めろ。さらっと無茶言うね、パパ。ヒントもないし、見つかるかな。そういうのはよ、小さな穴からしっかり調べれば見つかるものだって親父が言ってたな。穴？ゼロって組織はここ最近動きが活発化したって聞いたぜ。ってことはだ、例えばスパイを送り込んだり何かしら実験したりで大なり小なり表側と接触した可能性があるんじゃねえか。そういう時ってよ、わりかしアラが出るもんらしいぜ。そのアラを見つけ出して調査すれば、奴らの尻尾をつかめるかもしれねえ。でもアラを見つけるにもどこから調べればいいか。ひとまず最近の任務関係を洗ってみるのはどうでしょう。未解決の怪しい任務があれば、そこにヒントがあるかもしれません。任務？なあサラダ、任務といえばこの前の。だよね、
私もちょうどそれを思い出してた。もしかしたら関係があるかも。何のことでしょう。詳しくは後で話します。パパ、ここ最近でスサノオンを使って戦ったことってある？ないな。だったらやっぱりあそこは怪しいかも。もう一度調べてみる価値はありそうだね。サスケさんはこれからどうすんだ？俺はナルトの足止めに向かう。奴が戦争に参戦してしまえば、それだけで人界に大きな被害が出る。奴を止められるのは俺だけだ。若、これを。通信機です。若はこれからあっち側ですからね。こちらに戻った時、すぐに私たちに連絡が取れるように。サンキュー。ここからはそれぞれの戦いだ。行くぞ。頑張りましょう。待たせてすまねえ。父ちゃんの奇跡は俺が回収するってばさ。ではこれを渡しておこう。ナルトの奇跡を追えばそれに光が戻ってくるだろう。強く光るその時こそお前の父に記憶が戻る時。そうなったらトネリさんに渡せばいいんだな。そういうことだ。よし、さあ行くがいい。お前の父渦巻ナルトの奇跡を取り戻しに。おお、こうやって過去に行くのか。時間を遡り、渦巻ナルトの軌跡をたどる。その道筋は私が案内しよう。四代目火影による九尾の妖子の封印。君の父渦巻ナルトの軌跡はそこから始まる。九尾をその身に宿したナルトは里の者から迫害を受けていた。だがそんな境遇でも彼は強く生きた。その胸の内に火影を目指すという夢があったからだ。ナルトはアカデミーを卒業し、ウチハ・サスケや春のサクラと共に第七班へ配属が決まったが、第七班の隊長である畑カカシは彼らの実力を測るために演習を始めた。この演習は歴史上は小さな一戦に過ぎない。だがナルトにすれば忍びの道を歩み始めた重要な一歩だ。今からやる演習はただの演習じゃない。これからお前たちが下忍としてやっていけるのかどうかを見極めるテストだ。テスト？卒業生27名中下忍と認められるのはわずか9名。この演習は脱落率 66% 以上の超難関試験だ。もしかしてこの状態って俺父ちゃんの体に入り込んじまってんのか？その通りだ。君はこれから渦巻ナルトを通して彼の経験したことを体感していってもらう。それが奇跡の回収につながっていく。なるほど。奇妙な気持ちだってばさ。さあ始まるぞ。ちくし
ちょこんなとこで落とされてたまるか。さて、それじゃ始めますか。人間の強さ見てビビんじゃねえってばよ。あ、父ちゃんってば張り切ってんな。ナルトにとって忍びとは特別なのだ。なに、夢につながる第一歩だからね。影か。俺はこの先どうなるか知ってるけど、本当に夢を実現させちまうんだから。改めて、すぐ父ちゃんが来ればさ。ウチハサスケや春の咲は特につながりが深くなる。この第七班に配属されてた。当時のナルトは優等生のサスケをライバルと見なし、サクラに憧れの心情を抱いていたようだ。なんだ体が。ここでの奇跡回収は終わった。次に移動する。あのさ、あの後、父ちゃんたちは。畑かかしは3人の力を見ていたわけではない。チームワークを確かめていたのだ。彼らは見事にその期待に応え、かかしから正式に第7班配属を認められた。そりゃそうだよな、あの3人だもんな。そして彼らは忍びとして任務に勤しむことになるが、当然忍びには危険がつきまとう。ナルトが初めて生と死をかける戦いに身を置いたのもこの時だ。恨まないでください。こうするしかなかったんです。行くぜ、助け、足引っ張んな。ここは波の海、現代ではナルト大橋と名付けられた。かつてここでは橋の建造をめぐる争いが起こった。第七班が相手をしたのは建造を妨害する二人の忍び。一人は桃地ザブ、もう一人はハクトの忍び。今戦っているハクは特殊な能力を持っている。血系元気、氷豚を操ることができた。忍びになってすぐにそんな相手と戦ってたのか。次の時間に移動するぞ。ハクは最後までザブザの道具として生き、そしてザブザはハクを思い亡くなった。彼とザブザの死に様はナルトにとってかけがえのない糧となった。ここで得た経験を胸に、ナルトは次なる出会いを果たす。砂漠のガーラと呼ばれ畏怖の対象だった存在と。ガーラのおっちゃんか。どうしてこの俺が怖いのか。自分だけ愛してやればいい。自分のためだけに戦え。それが一番強い者の定義だ。俺は孤独の中で自分のためだけで戦ってきたあいつは強いと思ってた。でも本当に強いってそんなことじゃなかったはずだ。父ちゃんとガーラのおっちゃん、この二人が戦ってるってことは。この葉と砂の二つの巨大な里がぶつかり合った。それがこの葉崩し。砂隠れの要はダーラ。彼の中には視覚という美獣が封じられていた。ゲームに入れられたのは父ちゃんと同じだ。そう、ナルトと同じ境遇。美獣を封じられたことに
里の者に迫害を受けたことも同じだ。田原のおっちゃんでは攻撃が容赦ねえな。こんな戦いがまだまだ続くのか。ナルトとの出会いを経て、ガーラは光を歩むことになる。その先については君も知っているだろう。ああ、里のみんなに認められて風影になったんだ。ナルトの意志は周囲の人物に様々な影響を与えた。ガーラのように光に導くこともあれば、逆もしかり。サスケは闇にいることを選択し、里を抜けた。そんな彼を止めるため、ナルトは必死に手を伸ばした。当然だ。ナルトにとってサスケは、かけがえのない友なのだから。それでサスケの目的とは兄イタチのことだ。イタチを撃つことをサスケは宿願としていた。どうだ、それにはまだ力が足りないと彼は悟った。だからこの鋼で離れたってのか。オロチマルの誘いもある。サスケはオロチマルならばその力を大きく向上させることができると考えた。ナルトが急速に成長していく様子に対して焦りがあったことも原因の一つであったのは間違いない。何にせよサスケ自身も大いに悩み考え抜いた末の苦渋の決断だった。サスケにとってもナルトは特別な存在だった。親友と呼べる数少ない人だが、そのつながりを引き継ぐ彼は兄を撃つための力を求めた。サスケ、父ちゃん。一進一退の攻防は続いた。それこそ人知を超えた力を引き出し、力の限りを尽くしたナルトだったが、サスケを止めることはかなわなかった。だがナルトは諦めることはなかった。次を見据え、すぐに行動を開始した。新たな死、伝説の三人のジライアと共に修行の旅へ出ることを決断したのだ。それから再び歴史が動き始めるのは数年後。あの二人にこんな過去があったなんて、俺何も知らなかった。これって回収した奇跡は光となってひとところに集まる。そうか、そんで光が強くなれば父ちゃんの記憶が戻る。そうだったよな。その通りだ。よし、やり方が分かったってばさ。ひとまずここまでの奇跡回収はなった。一度時だまりの前と戻ってくるといい。どうやら興味深い事象が起こり始めたようだ。興味深い事象？ボルト、君が奇跡を戻し始めたからか、この空間に異変が起きている。どういうことだってばさ。ここはナナシという少女が作った空間の上にできている。
故に彼女の記憶もまた空間の歪みに混ざっている。本来ならばそれが表面に出ることはないが、今この空間は彼女のコントロール下にない状態、故にこの空間に反応し彼女の奇跡が現れたのだ。そんじゃあれに触れば七種の過去が見られるってのか。それをするもしないも君の自由だ。ただもし彼女を深く知りたいと思うなら、当然見てみるってばさ。俺はあいつのことほとんど知らねえからよ。八千穂、素晴らしい能力だ。貴様にはこれから兵器として生きてもらう。他の動術を移植すれば何倍もの効果を発揮するに違いない。兵器に優しい名は不要。お前は七種の兵器として生きろ。新しい印を刻んでやる。今度こそ適合しろよ。泣くな。泣いてどうする。やだ、いや、いや、助けて、助けてよ、誰か、助けてよ。さっきのって、ずっと前に俺だけが見えた、あのとんでもねえ映像に近かった。あれが、七種の過去だってのか。過去の内容が乱雑に入り混じったものだな。君が以前見えたというのは、おそらくは彼女が君に気を許し、空間のコントロールに不備が生まれたためだろう。だから、俺だけに見えたのか。しかし、あれだけでもよくわかる。彼女は、よほどの目に遭ってきたようだな。また、彼女の奇跡が現れることもあるだろう。ひとまず元の作業に戻ってはどうかな。ああ、分かってるってばさ。よし、行くぞ。ナルトとサスケが袂を分けた終末の谷の戦いから時が経ち、修行の旅へと出ていたナルトはようようと木の葉隠れに帰還を果たした。帰郷して早々、第七班の隊長カカシはナルトとサクラに対し手合わせを実施する。無論二人の成長を見定めるためだ。どうやら今回は本気を出さないといけないようだな。絶対に負けられない。ここはよし、俺たちの力見せてやろうぜ。父ちゃん、サクラさん、サスケさんを連れ戻すために必死に修行したんだ。二人にとってサスケとのつながりはそれほどに重要だ。特になると孤独の辛さを知っている身だ。あの地獄の苦しみを知っているから、どのようなつながりであったか決して手放すこと。しかもサスケさんは父ちゃんにとって大の親友だもんな。それにしても父ちゃんもさくらさんも大きくなったよな。当然だ。我らには一瞬でも、彼らは数年経っている。もう次の戦いに移動か。二人の成長はカカシに認めさせるに十分だった。これより彼らは第七班として活動を再開するのだが、当時の任界は
大きくうごめいていた。暁という犯罪組織が各地で暗躍していたのだ。ナルトたちも嫌おうなく戦いに巻き込まれていく中で、ついにサスケについて情報が入ってくる。当然急ぎ現場へと向かったわけだが、そこにいたのはかつての面影が消えた親友だった。マジかよ、見たいような見たくないような。お前を連れ戻しに来た。よっ、サスケさんの雰囲気が全く違う。目がすげえ冷たいってばさ。闇に行った彼の目には仲間とのつながりは映っている。あるのは兄イタチへの憎しみだ。それほどに強い憎しみがあるんだ。父ちゃんたちがいくら説得しても。うん、こっちだ。ハスケさんの殺気が怖えよ。俺までなぜ出てきた。この時のサスケに情け心など存在し、父ちゃんたちを倒そうとしてるってか。そうだ、そのような者の耳にナルトの説得など聞こえるはずもない。父ちゃんは…だが、今は聞こえなくとも、ナルトの思いかけらかしたサスケの中、そしてそれが未来につながる。ナルトの思い、決して間違いだったわけではない。では、次の戦いに移動するぞ。父ちゃんたちとサスケさんは…結局、ナルトたちの必死の説得はサスケの耳には届かず、彼は再び闇へと消えた。ナルトは己の無力さを大いに嘆いたが、その悔しさは次なる強さを得る糧となる。ナルトはすぐに修行を開始した。再びサスケを追うために。だが、その一方で彼は狙われる身でもあった。ナルトが秘める九尾を狙う暁がこの葉隠れに向けて進行してきたのだ。進行を止めるため多くのこの葉隠れの忍びたちが奮闘する中で、最後に暁の前に立ったのは他でもない、渦巻きナルト本人だった。まさかお前の方から出向いてくれるとは。探す手間が省けた。出やる。未来を知ってるから当たり前のことだけど、この勝負は父ちゃんの勝ち。そうだ。なぜそう思う。ここに立ってはっきり分かった。この戦いは間違いなく父ちゃんが勝つ。それくらい父ちゃんに自信があふれているし、負ける気がしない。なるほど、親子だから付き合うこともできる感覚といったところか。さすがに届かず失意に沈んだが、ここまで復活したことには意味がある。当然自身の心の強さもある。何よりナルトには仲間がいる。ナルトを支える多くの仲間が、少年期より紡いできたつながりが彼の背中を強く支えてくれているのだ。さあ移動するとしよう。各図を退けるほどの力を得たナルトの存在は、この葉隠れの中でも
実力者として認識されていく。一方でナルト捕獲には相応の力が必要だと悟った暁はついに暁のリーダーであるペインが動き出した。ペインは伝説の輪廻眼を有し、人界の中でも群を抜いた力の持ち主。彼を前に忍びたちはことごとく散っていった。その中にはナルトの死ジライアもあった。死の仇を取るためさらなる修行に出たナルトは千人の力を得てペインと対峙したが、その戦いは熾烈極まりないものとなった。おとなしく捕まえる。お前の死は平和へと繋がる。ふざけたこと抜かしてんじゃねえ。俺の師匠、俺の仲間、俺の里、こんなに仕上がったお前を俺は絶対許さねえ。ロハ隠れの里。これはペインによって引き起こされた輪廻眼の力だ。それほどに強力。こんなことをできる奴を相手に父ちゃんは戦ったのか。この時のナルトの位置は怒りに満ちていた。当然だ。死と仲間を失い里まで破壊されたのだ。ピリピリとしたものを感じるってばさ。ナポロちゃん見たことねえ。平和は俺の手で引き寄せてやる。よし、この俺がここまで。こっちまで力が入るってばさ。死闘に次ぐ死闘を超え最後に立っていたのはナルトだった。戦いの最中、ナルトはペインを操るナガトという存在を察知し、二人は互いの思いを口にする。ナガトはナルトとは異なる平和の考えを持っていたが、ナルトの意志は彼の心を溶かし和解を果たす。木の葉隠れの危機を救ったナルトは里の英雄として万人に迎え入れられた。かつて里の中で孤独に生きていた子供が誰もが認める存在になったのだ。父ちゃん。光が集まって。ここまでの奇跡回収は成功だ。一度時だまりの間へと戻ってくるといいだろう。時だまりの間に異変の兆しが見える。それって、どうやら再び彼女の奇跡が現れたようだ。うん、調べてみるってばさ。お前は危険な存在。これからはここで生活するのだ。わかるな。千住が迫っているぞ。こちらも七子を出せ。見たか、千住一族のやつら慌てていたぞ。千住のやつら他の一族と手を組んだらしいぞ。七子に対抗するためらしい。いたぞ、やつがうちは七子だ。追い詰めよう、やつを封じるのだ。やめて、やめて、やめて、やめてよ。誰か助けて。なんで私だけがこんな目に遭うの。嫌い、
たい。忍びもこの世界も嫌い、大嫌い。さっきのはあいつが封印された時の様子ってことか。大きすぎる力だった。故にそれを危険視した者たちに封印された。内派一族に不当に扱われ、世の忍びたち全員が敵となり、そして理不尽に封印されたともなれば、忍界を、忍びたちを深く憎む心が生まれたとしても仕方のないこと。だから今のあいつは忍界を滅ぼそうとしてんのか。彼女にとっての不幸は理解者がいなかったこと。その辛さは心中を察するにあまりある。やっぱりおかしいだろう。なんで同盟結んでる里同士で戦わなきゃいけないんだよ。メルツ様のために。何なんだよメルツ様って。七代目様も言ってたけど意味わかんねえよ。メルツ様の理想を叶えるために我らは戦わなければならない。邪魔をするな。お前の参戦は何としても止める。無駄なことを。俺を足止めしていたとしても戦争は始まる。お前の行動は無意味だ。それはどうか。各里の忍びたちが戦場に到着。戦闘開始は間もなくかと。脆い。かつてあれほど絆だつながりだとほざいていた連中がこうも簡単に崩れるとはな。ペイン様、いやペイン、あなたの望んだ力による統制がついに実現する。ただしその先導者は死んでしまったあなたではなく、この俺だがな。サラダたちうまくやってるかな。それにサスケさんも。って、俺は俺でこっちに集中しねえとな。ペインとの一戦後、忍界は大きく動き始めた。暁を裏で操っていた存在、内派マダラが尾銃をかけ、忍界全土に宣戦を布告したのだ。同時に長らく闇に潜っていたサスケも動き始めた。この葉隠れの崩壊と一族の復興を目標に掲げてな。なんでサスケさんは兄ちゃんを倒すために行動してたんだろ。物事には決して表に出ない醜い面もある。サスケは兄イタチの麻薬の真実を知ってしまったのだ。ともかく
彼はこの葉隠れを潰すため、火影の命を狙い行動を開始した。そしてそこに現れたのは、サスケとのつながりを決して話そうとしない渦巻きナルトだった。潰してやるよナルト。サスケ、お前はサスケさん、この前の時よりもさらに冷たい感じになっちゃってる。叩きだと信じ、ついに撃つことができた兄は、この葉隠れによって作られた巨像だと知ってしまう。君たちは最後まで弟を、優しき兄だ。そんな彼を歪んだ道に歩ませたこの葉隠れを、サスケが許せるわけがない。ゆえに、サスケはほかげの命を奪う。これは、忍界に対して刃を向けたと同義だ。サスケを利用したのは、暁を裏で操っていた。マダラと名乗る男でも、彼の道は変わってしまった。そろそろ、次の時間に移動か。ナルトとサスケの戦いは決着がつかず、両者は再び離れることになったが、ナルトはサスケを救うため、サスケはナルトを倒すため、二人の道はある意味近いものになったと言っていいだろう。確かにそう言えるけど、なんか微妙な気持ちだってばさ。そして忍界は戦いのうねりに巻き込まれていく。マダラの宣戦布告に対し、忍びたちは忍び連合軍を結成し、第四次忍界大戦の火蓋は切られた。当然、ナルトも新たな仲間と共に戦場に駆け出したが、その前に現れたのは因縁の相手だった。ナルト、今の俺を放っては危険だ。早く俺を倒せ。分かってるってばよ。俺もやる。行くぞナルト。もう慌てらず。なあ、父ちゃんのこの姿は。戦争前、彼はキューブの力をコントロールする術を手に。その姿がさ。マジかよ、ついにキュウリの力まで使えるようになったのか。どんどん強くなっていくな、父ちゃん。そう、強くなった。しかし相手はさらに強力な忍びだ。相手の人って確かペインを操ってたナガトってことだよ。第四次忍界大戦は江戸転生って術で強い忍びが復活して戦争に使われたのは知ってる。こうして目の前で感じると気持ちが作ってます。長く陸道仙人の力を持つ強力な忍びだが、こちらには心強い味方ウチハイタチがいる。さて、次に向かおう。ナルトとナガトの激しい攻防の最中、イタチは刹那の隙をつき、ナガトの身を封印することに成功した。本当はもう戦う必要なんてなかったのにな。これも戦争のせいか。一方で、
各々の戦況は著しく変化していた。特に砂漠地帯で戦っている忍びたちの前にある江戸天聖の忍びが現れたことにより、連合軍は劣勢に陥った。忍びの名は内葉マダラ。戦場に駆けつけたナルトもマダラの力を前に苦戦を強いられることになる。風影ナルト、わしらで奴を止めるぞ。やつが内葉マダラ。初代火影と共にこの葉隠れを作った伝説の神。マダラ？でも内葉マダラってもう一人いるよな。え？どういうことだ？これまでマダラを名乗っていたのは偽物。こちらが本物のマダラ。じゃあ偽物のマダラってのは誰なんだ？その正体は臨海大戦を起こした真の原因に結びついていく。ああ、もう色か。マダラにとってナルトたちとの戦いは時期に等しいものだった。事実、マダラが幾分かの力を操り放たれた隕石によって忍び連合軍は壊滅的な被害を被った。じゃあ父ちゃんは？あの場にいたナルトは影分身だった。本物は別の場所にいたのだ。別の場所？ナルトは遠く離れた場所であるものと対峙していた。かつてマダラと名乗っていた人物とな。世界にはもはや希望も未来も、名のある英雄もいらないのだ。現実は終わり、あるのはただ無限に続くたった一つの終わりなき夢。ガキは英雄に憧れるもんだ。だから俺は迷わねえで突っ走れる。俺はどの先代も超えるほかげになる。それが俺の夢だ、バカ野郎。こっちの方が偽物のマダラだよな。本物のマダラはマダラで、偽物のマダラはトビ。なんか頭がごちゃごちゃするな。何しても父ちゃんの姿が。おらー、この子の車、美獣惑星螺旋手裏剣。おらー、死闘を経てナルトは徐々にキュービ、いやクラマと心を通わせていった。そしてついに和解を果たし、クラマの力を完全にコントロールすることができるようになった。なあ、このトビの目的ってのは何なの？最後、あなたのクラマ、てめえを倒してこの戦争を終わらせる。美獣惑星螺旋手裏剣。うらぁ、絶対その面引っぺがしてやる。確かに奴の正体は気になるってばさ。長らく続く激戦の中でカカシラの起点を経て、トビの正体はいよいよ明るみになった。その正体はナルトと同じくほかげになる夢を持ち、カカシと共に戦場をかけた親友、内葉オビト。内葉オビト。オビトはある意味純粋だった。純粋だったがゆえに愛すべきものの死が彼を狂わせた。
彼の願いは夢の世界に向けられ、それを成すためにかつての親友とも刃を交えることになったんだ。なんか父ちゃんとサスケさんとも似てるな。親友同士で戦うってのはさ。光が集まった。では時だまりの間へ戻ってくるといい。再び時だまりの間に異変の兆しだ。うん、分かったってばさ。彼女の記憶が現れたな。これで三度目か。次はどんなものが見えんだ。見つけたぞ。こいつの能力を使えば任界はアビ教官の世界になりますな。一族に利用されし兵器ウチハナナシ、この時代でも存分に役に立ってもらおうか。誰？あんたたち。お前の理解者だ。任界と忍びを憎んでいるのだろう。お前を利用し封じた忍びどもを憎んでいるのだろう。俺に協力しろ。共に忍界を混乱に陥れようではないか。さっきのはナナシが封印から解かれた時のやつか。ふん。その際に彼女の憎しみを利用し懐柔したのだな、彼らは。畜生。さあ、続きだ。オビトの宣戦布告により開戦した第四次忍界大戦は佳境に入ろうとしていた。ナルトのもとには忍び連合軍の仲間が集い、オビトのもとにはマダラが現れ、戦場は大いに乱れた。オビトとマダラ、二人の力に抗うことは困難を極め、ついに十尾が顕現。そしてオビトはその力を取り込んでしまった。そんなことされたらもう手をつけられないんじゃ。いよいよ窮地に立たされたナルトだったが、そこにかの忍びが現れ、戦況は変化の兆しを見せた。その忍びの名はウチハサスケ。サスケさん。もはや無限月読み発動まで時間の問題だ。お前たちの戦争は事実もう終わっている。終わってねえよ。まだ俺とサスケがいる。もう二人ならその十尾を取り込んだオビトが相手でも倒せるんじゃねえの。十尾の力とはすなわち陸道仙人と同等の力。並大抵の戦力では傷つけることすら難しい。当時の忍界においてそれができるとすれば、ナルトとサスケ、この二人の。しかも相場で友達の二人の共闘だぞ。じゃあ熱い展開だってばさ。ここに至るまで。アーサマ、クラマ、移住、惑星螺旋手裏剣。銃、そしてオビトとマダラの攻撃によって忍び連合軍は多くの犠牲者。次だ、行くぞ。
人の抵抗、そしてナルトの言葉はオビトの心を次第に追い詰め溶かしていった。ついにはオビトを無力化させることに成功し、忍び連合軍は歓喜に沸いた。しかし喜びは長くは続かなかった。マダラが十尾の力を吸収し、第二の陸道となったからだ。陸道の力を得たマダラは圧倒的だった。忍びたちは必死に抵抗し、それこそ命を懸け死力を尽くすも、一人また一人と戦える者はいなくなっていく。戦場に絶望が漂い始める中、それでもマダラの前に並び立つ忍びがいた。その忍びとはもちろんナルトとサスケ。マダラに対抗できるのはもはやこの二人のみ。お前では俺を倒す。俺は陸道の。バーガー。俺がお前を倒すんだね。俺らで倒すんだってばよ。お前をな、マダラ。父ちゃんの姿がまた変わってんな。今度は何が起こったんだ。生と死の狭間、精神空間において陸道仙人と開口し、彼の力を借り受けた。サスケと共に生と死二人とも一度マダラにやられ瀕死に陥った。いえ、二人とも死んだの。死んではいない。その寸前だったことだけだ。いやいやいや、寸前も何も。マジかよ。ていうか、二人をここまで追い込むなんて。頭、車、移住、惑星螺旋手裏剣。うちはマダラってどんだけ強いんだよ。しかしわかんねえな。なんだってマダラは無限スプーンを成功させたいんだ。さあこの戦いから引き上げるぞ。一進一退の攻防を経て、ナルトたちはマダラを追い詰めることに成功した。だがマダラは止まらなかった。巧みに戦況を操作してついに成し遂げたのだ。無限つくよみを。そりゃめちゃくちゃやべえじゃねえか。忍界が夢の世界に誘われ、残った忍びはナルトら数名。第四次忍界大戦はマダラの勝利で終わったはずだった。はずだった。もう一度チャクラを一つにする。無駄だ。うわっ、こいつ強大すぎる力が古に封じられた存在。ウサギの目だ。鬼、さまざまな故障がある。彼女は大筒木かぐやという。大筒木、またここでその名前が出てくるのかよ。そいや、マダラは、あいつはどうなったんだ。マダラにはゼツという絶対の信頼を置く仲間がいた。無限つくよみの計画を進める影の協力者と。第7班行ってばよ。行くぜ、サスケ、サクラちゃん。ハチ様、行け、アオダ。ガマキシ、ナルト、サクラ、止めだ。だが計画の成就を確信したマダラは最後に絶に裏切られた。え、なんだ。絶はマダラの真の仲間ではなかった。遥か昔から
かぐや復活のために動いていたのだ。次に移動だな。まさに新天道地の戦いだった。幾度も押し寄せる絶体絶命の危機を仲間の起点とナルトとサスケの奮闘によって脱し、かぐやは再び封じられることになった。真の黒幕を倒したってことだよな。これで戦いは終わり？いや、まだ決着はついていないものがある。長きにわたる因縁、いや、つながりの答えを出さねばならない。ナルトとサスケ、二人のつながり、その行く末を。やっぱ、そうなるか。そうだよな。もはや、ここまで来て、互いができることは一つ。拳を交えるのみ。何度も何度も、何度も何度も、傷つけ合い、天を焦がし、地をうがち、叫び、否定し、そして。つながりは切れやしねえってばよ。つながり、つながり、うるせえんだ。お前はつながりがあるからこそ苦しいんだ。つながりが強ければ強いほど俺を悩ませるんだ。ナルト、てめえとのつながりが一番めんどくせえんだよ。オビト、まだカグヤと戦って最後に父ちゃんが拳を合わせたの。そう呼ぶしかないだろう。サスケさんはサスケさんの中に答えがあった。それを貫き通すために戦った。それでも父ちゃんはサスケさんを追いかけた。サスケのために走っていた道はいつしか忍界を巻き込む道。仲間を支え、支えられ、つながりを生み、守る。ナルトはその人道を懸命にかけた。何度も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 、お前は何なんだよ。お前は、お前は一体何なんだ。友達だ。だからお前を一人になんかしねえって言ってんだ。頑張れ、王ちゃん。頑張れ。君は未来を知っている。なぜそこまで。そうさ。しまいにしようぜ。この戦いを。ふん、これまでの戦いを。ふん、時間だ。いい。二人ともボロボロだったけど、最後は一体どうなって。まさに命を懸け己の持つ力を絞り出した二人は、ついに体が限界を迎え地に並び落ちた。傷つき動かぬ体にあって互いの胸の内を明かし、それでもなお残っていたものは、それはナルトの純粋な思いだった。天地が変えろうと決して変わらぬ友への思いは、いつしか固くななサスケの意志を溶かし、
ついにサスケはナルトを認めるに至った。サスケさんが父ちゃんを。そうか、これで俺の知ってる二人に。これより先を語るは野暮というもの。父ナルトの功績は君の里を見れば明らか。忍びの歴史はなおもナルトと共に流れている。光だ。今までより強く光ってるってばさ。時が来たな。時だまりの前へ戻ってくるのだ。おう。よくやった。時代をめぐり父の軌跡を追うことで様々なものが見えただろう。俺前より父ちゃんのこと分かってた気になってたけど、まだまだ浅かったんだな。でもなんつうのかな、うん、父ちゃんすげえかっこよかった。彼の生き様は人界に大きな影響を与えた。だからこそ人界の軌跡を元に戻す要ともなる。あれはナナシの四つ目の記憶が現れたか。だがどうやら今までのものとは異なるようだ。どういうことだってばさ。詳しくはわからない。実際に確かめてみるしかないようだな。光？ああ、今はまだ人界は闇の中にあるが、この子には光の中を歩んでもらいたい。そんな願いを込めた名前だよ。変かな？いい名前じゃないね、光。うちは光。それがあいつの本当の名前だってのか。じゃあなんであいつはナナシって名乗ってんだ。親を失い、幼少の頃から大人に利用され、心がすさみ、そこに異なる呼び名を与えられる。名前がないという意のナナシが、新しい彼女の名として刷り込まれた。もはや人形のように生きてきた彼女に、名前は重要ではなかったのだろう。なんだそれ、くそ、胸がモヤモヤするってばさ。彼女の生き様は日の光に当たらぬ道。そこに未来はなかった。そして今、人界も同じく光の当たらぬ道を歩もうとしている。光の当たらぬ、暗く、冷たい道を。そんなこと、絶対にさせねえ。ああ、だからこその奇跡だ。君が集めた渦巻きナルトの奇跡が皆に光を当ててくれる。さあ、人界を元に戻そう。ああ、渦巻きナルトの奇跡を元とし、結びつきし縁たちよ。記憶の海原を走り、伝え、広まれ。奇跡よ、ここに復活するのだ。
ここにかけん蹴りをつけてやる。雨の敵だ。しどり。うわっ、うわっ。この戦いの敗北は、お前が作ってきた忍耐が破壊されることを意味する。ガキの頃からバカみたいに木陰を目指していたお前が、自分の手で引き上げたものを壊すことになる。それだけはさせん。お前がかつて俺を止めてくれたように、俺も命がけでお前を止めてやる。行くぞ、しぶといやつだ。行くぞ。お前と違ってこちらは命を懸けてるんでな、ナルト。お前はいつまで。よっと。行くぞ。焼き尽くす。手のかかるやつだ。なぜこうも邪魔をする。忌々しい。何なんだお前は。お前は一体何なんだ。お前は一体何なんだ。友達だ。何なんだ。てめえは一体何がしてんだ。なんで俺にそこまでこだわる。友達だからだ。なぜそこまでして俺に関わろうとする。友達だからだ。うすらトンカチが。逆に聞く、お前こそ一体何なんだ。まだメルツなどという雑魚に乗っ取られたままのナルトか。それとも。何度も言ったはずなんだがな、俺はお前の友達だってよ。やっと戻れたってばよ。よくやったな、ボルト。俺は今まで何してたんだ。お前元に戻ったのか。何言ってんだ。なぜ戦わん。一体どういうことだ。ってことだ。計画は順調だったはず。なぜ急に洗脳が解けた。ナナシ、お前か。私は何もやってない。本当か。他の誰かに情でも移ってやめたんじゃないだろうな。
そんなことない。じゃあなぜだ。構わん。あれが失敗しても、この俺がいる限りゼロが有利であることは変わらん。しかしですね、ここまでことを運ぶのにどれだけ金を使ったことか。それより周囲に気を張っておけ。アジト周辺に木の葉隠れの物らしき影を複数確認。早いな、もう嗅ぎつけたか。どういうことです。奴らは愚かだがバカではない。我らの存在をつかみ居場所を探ろうとしているのだ。なんと。しかしどうやって。外に出ているゼロの情報など微々たるものを。あちらにもお前並みのやり手がいるのかもしれんな。私並みの。まさか片助先生か。とにかくアジトに近づくやつは迎撃だ。行け。はっ。全てが計算から外れてきている。なぜこんなことに。面白くなってきたな。たく、本気でやりやがって。お互い様だ。休んでいる暇はないぞ。まだ終わっちゃいない。ああ、分かってんよ。行くか。ああ。奇跡の復活はなった。人界は元の状態に戻ったようだ。うん、よかった。さて、これからどのように動くつもりだ。あれは内葉七氏の記憶か。まだ残っていたとは。いや、初心者は何をすればいいか教えてくんね。何こいつ。なんだ、ただの子供か。中身が丸見えだと対処も簡単。この手の子供は適当に説明書でも読ませときゃいいわね。んだよ、ケチ。なんで教えてくれねえんだってばさ。知ってんだろ、その13ページの内容もさ。なんでここまで食いついてくんのよ、こいつ。ナナシ！また話しかけてきた。さっきの俺の活躍、見てくれたか？私と話して何が楽しいんだか。よっ。今日も来たのね。ま、少しだけ付き合ってあげるか。けどお前も楽しめることがあった方がいいだろ。なんだろう。別に求めてるもんとかそういうのはねえな。単純に仲良くなりてえだけだ。何なんだろう、この人。さっきもそんなこと言ってたけど、マジだったのかよ。今までのお前なら嫌がってたじゃねえか。その通りなのに、なんで自分から協力しちゃったんだろう。あ、
そういやよ、ようやく名前で呼んでくれたな。気づかれた。だけど、悪くない気分。なんかあったのか？なんなら相談に乗るぞ。俺たち友達だろ。友達？私のこと今友達って。嬉しい。んだよ、せっかく元気づけてやろうと思ったのによ。ごめん、ボルト。私はやっぱり忍びが許せない。考えれば考えるほど黒い気持ちが湧き出てくる。でもボルトは助けたい。苦しい。やっぱそうだよな。あいつが悪いやつじゃねえって思ってた通りだった。苛烈な過去を生き、人として扱われなかったナナシにとって、君の伸ばした手は大層嬉しかったようだな。しかし彼女は憎しみにもとらわれていた。その葛藤に悩まされてもいたようだ。ボルト、もう一度聞く。これからどう行動するつもりだ？もう一度話をしに行くよ。彼女は話を聞かないかもしれない。それでもか？それでもだ。話をしなけりゃ始まんねえよ。それにあいつは分かってくれる。だって悪いやつじゃねえんだからさ。信じているのだな。友達だからな。行ってくるがいい。おう。強い子だ。